皆様ごきげんよう、リアナメサノです。本日は、戦艦ヤマトよりお送りしています。ん？何か少し違和感があるような。ん？船底の色が緑色になっている。ヤマトの様子が浮かび上がってきましたね。めっちゃ緑です。はい、実は戦艦ヤマトの船底の色は赤ではなくて緑だったという説が存在しているのです。何かこう、締まりがないような。それにこれが事実だとしたら、某宇宙戦艦も緑色に塗装しないといけないことになるかもしれませんよね。あれは、宇宙戦艦ヤマト、緑色バージョンですね。なんというか、艦長が島大輔っぽいですね。そもそも船底の色は赤が一般的なようですが、これには理由があるのでしょうか。検索してみます。船底が赤い理由。カキやフジツボといった水生生物が船底に付着すると速力が低下してしまうため、それを防ぐための材質の主成分が亜酸化銅。この亜酸化銅がそもそも赤色をしている。そのため塗料として製品化する際は赤が多い。なるほど。しかしそれであるならば、別に船底、厳密に言えば艦底が緑である必要はないような気がいたしますよね。ああ、確かにそんな話は聞いたことがありますな。あ、中佐。こんにちは。私はバーチャル帝国海軍中佐の瀬瀬です。都合により名字が少し変更になりましたが、特に気にせず話をしていきます。戦艦ヤマトの船底が緑色で塗装されたという説は確かに存在している。いえ、あったと言った方が良いかもしれませんが、ある人物の証言で、日本の軍艦の艦艇色は昭和16年以降の新造艦、改装時ドックに入居した艦艇は全て緑色の新艦艇色に塗られていたと語られたことが、この説の発端とされています。単純な個人の発言であるならば、単なる与太話で済まされた話であったかもしれませんが、この話をした人物が戦後帝国海軍の研究の第一人者と知られている福井静雄氏であったことから、無視できない話となってきたのです。福井氏は東京帝国大学で造船を学び、戦時中は海軍技術少佐の地位にあり、今次大戦終結後すぐに海軍艦艇の写真を整理し保存。戦後は海軍造船技術概要などの多数の書籍を発表し、海軍研究の第一人者として権威を得ることになった人物なのです。海軍研究の第一人者の方の発信となると、この説に信憑性が高まってきますね。しかし戦記などでは、沈みかけた船の船底が緑だったことに気づいたという証言は見たことがありませんし、そもそも亜酸化銅が含まれた材質の塗料によって赤くなった船底をあえて緑にする理由がどこにあるのでしょうか。ふむ、それには一応理由らしきものが存在していますが、実はこの緑色の塗料にはより強力なカキやフジツボ対策がされた材質が使われており、しかも当時から規制の対象となった薬品を使用しており、海軍はこれを秘匿する必要に迫られ、結果として船底を緑で塗装したという資料が残らなかったという論説です。また船底の色を緑に塗装した艦船はいくつか存在していますが、しかし資料や記録もなく、造船研究の権威とはいえ、この説を唱えているのが福井氏とその友人の2名のみというのは、信憑性を揺るがす大きな点といえます。福井氏はすでに奇跡に入っており、もはや確認のしようがないのです。そのため勘違い説なども存在しており、ヤマトとシナノを見間違えたという話も存在していますが、シナノとヤマトを見間違えた。当時のシナノの色は確かに緑。これは対潜水艦用の迷彩であり、船底とは関係がありませんが、シナノは船底まで緑に塗られていたという話になった場合、戦艦ヤマトの船底が緑だった説はあながち全て間違いではなかったという可能性が出てきますね。早速バーチャル空間にシナノの船体を用意してみました。これが戦艦シナノの船体ですが、すでにご存知の方も多いかもしれませんが、戦艦シナノは
大和型戦艦の3番艦、戦況の悪化で空母へと改装されましたが、改装を急いだことで大和の船体が残った状態で改装され、さらにその時にはすでに艦艇含めて完全に緑で塗装されていたら、大和と信濃を見間違えたという説は可能性としてかなりあるのではないでしょうか。ふむ、しかし結論を言ってしまえばこの説も可能性が低く、空母信濃建造中にドック内注水作業時に船の先端を壁面にぶつけるという事故を起こすことになりましたが、その際衝突した壁面にまるでキスマークのように赤い塗料が付着していたと証言されたことから、信濃も船底艦艇色は赤であると考えた方が自然でしょう。そして戦艦大和の船底が緑説では、昭和16年以降の新造艦改装時ドックに入居した艦艇は全て緑色の新艦艇色に塗られていたとあるものの、戦後撮影された昭和19年に竣工した空母天城の船底は赤でありました。総合して考えると戦艦大和の艦艇色緑説は否定的と考えた方が妥当でしょうな。なるほど、中佐ありがとうございました。このような軍艦の色問題は歴史から言えばたったの80年前の話であるのにもかかわらず、恐竜の色問題と同様な問題を抱えています。そしてカラー写真が一般的でなかった時代の話なので、戦艦大和の船底の色を写真で解明することは困難でしょう。さらに帝国海軍は敗戦時に設計図などの資料をほとんど処分してしまい、実は大和の内部の様子など判明していない点も非常に多いのです。現存する資料は限定的で、同じく敗戦したドイツに比べても残された資料は特に少ないと言われています。そのためこういった真相不明ですがないと断言できないようなエピソードは今後も発見され続ける可能性があるのです。ということで今回は戦艦大和の船底が緑説を特集してまいりました。実際に CG で緑色に塗装した大和はどうだったでしょうか。あ、そういえば船底を塗装していない場合、フジツボやカキなどといった水生生物がどれくらい寄生するのか、大和を用いて検証してみましたので、結果を見ていきましょう。あ、メサ子、メサよ、メサよし、メサならバスコだ、メサ、その方がおまんじゅうたち。あ、後で剥がしておきます。ブブ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 じゃねえよ。はい。そしてもう一つお知らせがあります。なんとおまんじゅうたちの LINE スタンプがリリースいたしました。届けるような可愛いスタンプが完成いたしましたので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それでは皆様次の動画でお会いいたしましょう。さよならさよならさよなら、バイバイ。